韓国がある意味では、国力をかけて建造した、ステルス戦闘機 KF-21 ポラメの性能が、徐々に明らかになってきました。今回は、この KF-21 戦闘機ポラメについて見ていきたいと思います。ところで、このポラメという名前ですが、ポメラニアン、犬種を連想しますが、韓国語では、若いオオタカを意味する言葉なんだそうです。惜しい名前ですね。さて、その若いオオタカを作るにあたって、韓国について、いろいろと考えます。邪推ならいいんですけど、F-35A 戦闘機の情報を、まさか盗んだり発していないかとか、整備は果たして大丈夫なのかとか、6月に飛行テストが行われるようだけど、本当に飛ぶんだろうかとか、様々なことを考えさせてくれますね。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めているのが KF-21 ポラメですが、韓国中央日報電子版が、この機体は北東アジア最強の潜在力を持っているという内容の記事を公表しました。記事によると、KF-21 戦闘機は、世界最強のステルス戦闘機と目されるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ていると言い切っています。韓国空軍では、未だに、1970年代、昭和45年から55年の F-4 ファントムや F-5 タイガー、韓国用は、KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を使用していますが、これらのベテランに加えて、第4世代の F-16 ファイティングファルコン、韓国用は KF-16 とも KF-21 を交代させる見通しと推測しているようです。似ているから、性能も似ているという論理はどうなのかと思いますよね。子供じゃあるまいし。中央日報の記事によると、KF-21 には、国内で開発した AESA、能動型電子操作アレイレーダー、エオトップ、光学追跡装置などに加えて、ウースーと統合電子戦装置システムを搭載とあります。この AESA は、韓国国防科学研究所、ADD が開発して、韓国のハンファシステムズ社が製造したもので、中国やロシア製のレーダーと比較すると、性能がずっと優れているということです。自画自賛という単語を連想するのは筆者だけではありませんよね。ハンファシステムズ社は、単独ではなく、イスラエルのエルタシステムズ社のサポートを受けて、AESA レーダーのハードウェアを完成させたと言われています。また、完成後には、イタリアのレオナルド社から、技術サポートを受けて、飛行テストベッドであるボーイング737に搭載して行われたということで、今後は、この737を使用して、レーダー試験が、韓国国内で実施予定ということでした。ということは、純粋の韓国製ということではないのでは？こういった AESA などの装置に関して、韓国は、2015年頃、アメリカに技術支援を申し込んだそうです。しかし、それ以前、アメリカから購入した F-15K のブラックボックス内の暗視装置を分解していたことが発覚していました。ブラックボックスだけではなく、アメリカは自国製の兵器の情報が漏れることを絶対の禁止事項としています。日本も、そのせいで、何度か煮え湯を飲まされたことがあります。購入契約でもしっかりと約束されていたはずです。それを韓国は無視したということになります。しかも、韓国の掟破りはそれだけではありません。対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術など、アメリカから購入した兵器から、数十種類もの技術を盗んでいたのです。それがあるからこそ、アメリカは技術移転を拒否したと、
推測されます。当然といえば、当然の決着ではないでしょうか。アメリカの情報窃盗のためでしょうか。韓国からの技術支援要請は、ヨーロッパ各国の有力戦闘機メーカーも拒否したそうです。慌てた韓国では、防衛事業庁の責任問題にまで発展していたとか。前述の AESA、能動型電子操作アレイレーダーというのは、火器管制用のアクティブフェーズドアレイレーダーのことです。アメリカでは、F-35 戦闘機の AN、APG-81、F、A-18E、F スーパーホーネットの AN、APG-79 などが、探知距離 150km の性能を誇り、F-22 戦闘機の AN、APG-77 では、それより 100km も長い 250km の探知距離を叩き出したと言われています。日本はどうでしょうか。1980年代から1990年代、探知距離 110km の J、APG-1 を開発しました。現在は、さらに小型化を図り、探知距離を百数十キロメートルへ延伸させる J、APG-2 を開発中ということです。軍事大国中国も当然開発しています。2000年に KLJ-7 という AESA を実用化しましたが、この探知距離は110キロメートルです。現在は、それより高性能な KLJ-7V2 が作られていると思われます。ロシアは、最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 SU-57 の N-036 ベルカという高性能 AESA があり、探知距離は 400km と推測されます。このように日本をはじめ、各国が次々と優秀な機器を開発しているのです。韓国は、これらのレーダーよりはるかに、高性能なものを開発したと公言していますが、これまで AESA を自国で開発していないのですから、怪しいものです。2019年9月27日、中央日報日本語版によると、このレーダーの探知距離は 110km 以上と言っていますが、2022年2月からの性能テストの結果がどうなるかが気になるところです。2020年2月、ハンファシステムズ社は KF-21 に地形追従、地形回避システムを搭載するためにイスラエルのエルビットシステムズ社と契約しました。この機器によって、悪天候でも、低高度でも、安全に飛行や操縦可能であり、敵の領土内でも、相手のレーダーに検知されずに行動できると発表したのですが、海外企業の力を入れたことで、2019年9月、天の国産化率 65% という数字は、さらに低くなると見受けられます。とはいえ、国産化率については、アメリカ製のエンジンを導入すると決めているので、今更国産化率が高くなろうが、下がろうが、問題にはしないようですが、機体を構成する多くの部品が外国製になるわけですから、製造コストをはじめ、メンテナンスコストが高騰する恐れがあると考えられます。確かに外国製品に頼っていると、いざという時自国で対処できなくて、大変困難な場面に陥ってしまうというのは多々あることですね。日本も例外ではありません。食料もですが、最近では中国からの輸入に頼りすぎて、日本国内がマスク不足で大騒ぎした苦い経験を思い出してしまいます。また、KF-21 のステルス性能について中央日報が報じています。KAI は、レーダーに探知される面積の解析、及び試験の結果、航空機の形状を最適化。同時に敵に探知されない、低非探知性ことを目的として、尾翼や主翼、空気吸入口などの形を
ステルス戦闘機用に設計したと言っています。ただし、ここで噛み合わない記事があります。前期と同日の中央日報配信記事で、2021年4月、出庫式後に分解されていた試作1号機が再度組み立てられ、12月29日に、KAI の格納庫から引き出されて、礼々しくお披露目されたというのです。しかし、この記事には、機体の形が変わったとは、一言も書いていません。大きな変化があれば、記事にするのものと考えますが、していないのです。ということは、KF-21 についての報道は本当なのだろうかと、疑問に感じてしまうのです。さらに、ステルスに、必須のウェポンウェイも製造できるよう準備したということですが、逆から見れば、今はウェポンウェイがないということですよね。これから準備するということですから。ということは、ミサイルなどの武器は、今は、翼の下部など、機体の外に装備しているということです。となると、ステルス性能は、ガクッと下がるということになりますね。今や、戦闘機にステルス性能は、欠かせません。その重要な要素を損なうような設計を韓国ではしているのでしょうか？その他にも、様々な疑問があります。2021年8月13日、韓国の東亜日報の記事によると、レーダー波などの電波を吸収する塗料を開発したということです。そんな塗料が本当に存在するのなら、世界中から引き合いがあるだろうし、開発者もリクルートされるはずですよね。この万能塗料は、KF-21 戦闘機の試作機に塗って検証すると言われているのですが、東亜日報によれば、いかなる戦闘機でも、ステルス機に変えてしまえる、画期的な塗料なのに、どうして今ある機体に。そうですよね。新しいものを試すのなら、新型機ではなく、古いものを試すのが当然だと思います。失敗したことを考えたら、新型機を実験台にはできないはずです。KF-21 戦闘機開発については、まだまだ、他にも、山ほどの不可思議な、怪しい報道が発信されています。証拠もありませんし、裏付けも取れないのですから、何が本当か嘘か判断できない状況というのが、正直なところでしょう。はっきりしていることは、実際に、KF-21 が飛んだという報道、証拠映像付きの、がない限り、口先では何とでも言えるということになりかねないのではないでしょうか。資金分担しているインドネシアも、韓国のテクノロジーを評価することはないと思われます。